ブルーベリーの木立の手前にアンデスレッドジャガイモを、まあ、こんなやつですね、植えておいたのをちょっと収穫しまして、収穫後の土を利用して地配キュウリの苗を作っておいたものをここに植え込んでおいて、キュウリとキュウリの合間には鹿児島県の方の在来ささげを4粒ぐらいずつ巻いておいたんですね。まあ、この支柱、竹の支柱はキュウリとささげとどちらにも役に立つと思いますので、このブルーベリー木立があるところは非常に高畝にしてあるので、クロアリが巣をたくさん作っているんですが、ブルーベリーの収穫には支障がないみたいなので、そのままクロアリの居住権を認めてるんですね。それで、まあ、ブルーベリーの手前にはこちらの家の畑の中央のムサナムアトール、ここから株分けした1、2、3、3箇所の複数本立ちのナムアトールが植わっているんですね。それでそのバナナとバナナの合間のジャガイモも掘って、こちらにはカチ割りカボチャの苗を定植したんですね。そちらのアンデスレッドはまだ葉っぱがちょっと緑っぽいので、もうちょっと後に収穫するつもりです。フェイジョアもだいぶ咲いてきましたね。ジャガイモの収穫跡地というのは非常に柔らかくなっていますので、ナス科じゃない、まあ、キウリとかカボチャとかウリ類ですねを植え付けるには良い土になっています。ただジャガイモを掘り上げた後はナメクジが結構いますので、キウリの粉へなんかが食害されないように、その辺でむしった草を周りにちょっと置いてるんですけれどもね、まあ、かなりの密植ですね。ブルーベリー、それからブルーベリーの木陰にはレッドオーレトマトの不織布ポット植えの苗を置いていますし、まあ、ちょっと日照は悪くなるんですが、雨を防いでくれると思ってこのブルーベリーに守ってもらうようにして、この今に真っ赤になりますがレッドオーレトマトを置いてあるんですね。畑の土に育てた苗を植え込んだだけで、ただそれだけなんですね。あと大きくなってきたら畑の土を足し増ししてあげるわけです。ただそれだけです。それでも結構取れますからね。
まあ、バナナ、ブルーベリー、かぼちゃ、キユリ、ささげとか、まあ、その前はアンデスレッドとか、自分たちで食べるものだけを栽培しています。まあ、野菜は全くの自給用ですのでね、ブルーベリーやバナナも基本的には全て自給用です。私の場合にはおそらく他の人たちより面積の割にはいろんなものをたくさん密植気味に栽培しているんじゃないかと思うんですね。まあ、工夫すればちょっとした面積のところでもあれこれ育てられますよね。普通ブルーベリーをこれぐらい並べてしまうとそれでおしまいだと思うんですが、今見てきましたようにレッドオレ、トマト、まあイチゴの苗もちょっとありますが、キュウリ、ささげ、バナナ、かぼちゃとあれこれ、まあその向こうにはフェイジョアとかポーポーとかありますけれどもね。とにかくガーデニングというのは基本的にはですね、自分たちが食べるもの、あるいは見たい花を育てればいいわけでして、だったら一定のスペースしかないのが日本のガーデンですから、そこに工夫してあれこれ植えればいいんだと思います。まあ、この辺なんか見てもムサドワーフ、ナムワの近くにサトイモ、セレベスですが、が植わっていますし、それからトマト苗もあれば、こちらにはこれから収穫するアンデスレッドですね。大根の花は咲いたらそのままにして種さやが落っこちるようにすると、その辺の土を拾ってポットに何か植えておくと、土に混じっていた大根が発芽して、まあ、春大根があちこちにできるんですよね。まあ、ここでもかぼちゃ、バナナ、それからインゲン、あと勝手に出てくる大根とか、いつか食べれるものがたくさん植わっているわけですね。まあ、お金の問題というよりもどちらかというと安全安心おいしさのために自分たちで栽培しているんですけどもね。まあ、8割、7割ないし8割ぐらい自給できる分があれば、あとは多少ですね、足りないものを買ったりもらったりしたものを食べても、そうそう五臓六腑が痛むということもないだろうと私は思っていますけどもね。